ゲルサリン、採用。お、似合ってるじゃない。ニンニン。でもどうして突然忍者に？私は今、この忍者マスト大の世界で、上忍目指して頑張っているのよ。わ、危ない。綱から鋭い竹が突き出してくるわ。しっかりと見極めて、下反転、からの上反転、さらにはジャンプを駆使してかわしていくわ。へえ、タップ操作でいろいろなアクションができるんだな。左から右へ常に動いているから、疾走感がすごい。パルクールみたいで楽しそうね。うん、この爽快感がたまらないんだよね。忍者をテーマにした、和の雰囲気もすごくいいよな。うわ、手裏剣が飛んできた。ここは忍刀を使って対処するわ。おお、すごい剣気。今のは武器スキル、クールタイムが溜まれば使えるよ。武器によっていろんな種類があるんだ。いやー、面白そうなゲームだなこれ。それもそのはず、忍者マスト大は、世界で累計ダウンロード数1億を突破。1億?数々の賞も受賞している大人気ゲームなのよ。その忍者マスト大が、12月14日、ついに日本でリリース。こりゃ流行りそうだぜ。気になった人はぜひ、概要欄をチェックしてみてね。それでは、こちらのボスと戦っていきましょう。うわ、敵の忍者？斬撃を飛ばしてくる。今度は間合いを詰めてきた、危険な相手だな。武器スキルと、手裏剣で反撃するわ。あの紫の手裏剣玉を取れば、自動で攻撃してくれるのね。うん、今んとこかなり順調よ。おい、構えが変わったぞ。うわぁ、見切れなかった。すごい攻撃だったわね。しかも背後に回られてしまったぜ。やばい、一気に体力が半分くらいに。でも、もう同じ攻撃は食らわないわ。今度はしっかりとかわせたな。いやぁ、敵がダイナミックに動いてくるから、すごい白熱した戦いになるわね。そうなのよ、パルクールとバトルの要素が見事に融合されているのよね。まさに超爽快疾走バトルって感じだな。面白い。なら俺と遊んでもらおう。喋った。気をつけろグサリン、また別の攻撃が来るぞ。おお、何これかっこいい。よし、なんとか全部避けたわ。それじゃあこっちも、とっておきを見せちゃおうかな。暗い忍術。炎の力を見せてやる。カリメンダン。すげえ、大量の火の玉が相手めがけて飛んでいく。カトンの術ね。結構効いてるけど、日陰の動きは衰えない。まだまだ勝負はわからないぜ。頑張ってグサリン。相手の体力はあとゲージ半分。こっちの体力は少しずつ回復していくわ。避け続ければ大丈夫ね。だが敵の攻撃は激しくなってきている。まずい、2連続で読み間違えた。次の攻撃を食らったらヤバそう。これは絶対に避けないといけないぜ。うおー集中。最後は弓のスキルでとどめだ。な。なかなかやるようだ。だがここまでだ。死ぬ。ああ。うおー、助っ人登場。助かったー。お前が噂の白夜叉か。待っていたぞ。血面と赤い刃。貴殿は鬼は三本剣の一振り。千景殿か。その通りだ。貴様と剣を交えること楽しみにしていたぞ。この一撃、受けてみよう。今のうちに逃げるのよグサリン。これは熱い展開。ストーリーもめっちゃ面白いんだよね。忍者部隊は笹場砦に撤退した。ここは私に任せて先に進め。ボイスとイラストのクオリティが高くて物語の世界に没入できるな。どんどん先に進めたくなっちゃうわ。私もやってみたい。霊夢にはこのくの市凛がいいと思うわ。忍者にはそれぞれいろんな衣装があるんだけど、凛には二個服もあるのよ。わあ、めちゃめちゃいいじゃんこれ。私にぴったりじゃん。これでやってみるわ。てちょ、なにこれ。でかい。あまりにもでかすぎるよ。これは武士の秘密兵器、古代区物よ。古代区物かっこ巨大ロボット。こんなのどうやって倒せばいいのよ。まずは両腕を壊して、最後に本体よ。ほらほら、頑張って頑張ってー。うわあ。はぁ、苦しみながらもあと少しのところまで来た。これで決めるわ。小説よ、降り注げ。すごい。氷の忍術で一気に倒した。はぁ、はぁ、やっと終わった。これで終わりかし。いや、そのセリフ出るってことは終わってなさそうなんですけど。おいおい、復活したぞ。気をつけて、残った力が暴走しているわ。まだ動くの？もうちょっと頑張って。追ってくる奴らを片付けたら、僕も行くから。30秒耐えろってさ。ぐらー、ミサイル飛んでくるんですけど。マークをよく見て、頑張って避けて。次から次へと来る、数がえげつない。めちゃめちゃ激しい攻撃だな。しっかりとタイミングを見極めないと、全部避けるのは難しいわ。ミサイルの飛んでくるパターンが毎回変わる。
緊迫した状況でも頭を使った冷静な判断力が求められるわ。一発食らっちゃったけど、ここはタイミングよくかわせたわ。さあ、あとちょっと。目からビームが、うわっと、危な、超スレスレだった。でもあとはこれをやり過ごせば。やったー、30秒耐え切った。最後はシロとライユーが助けに来てくれて、なんとか撃破。まさに死闘、手に汗握る戦いだったわ。こちらは、忍びの試練。この黒竜をはじめとした、様々な強敵と戦うことができるわ。今は私がリキという忍者を使ってやっているんだが、なかなか倒せねえ、こいつ体力が多すぎるぜ。ページ3つもあるわね、手裏剣だけじゃきつそう。うっし、じゃあそろそろ見せちゃうか、私の本気。お、楽しみね。武器スキルからの。雷神の力、マスタースパ、と間違えた。雷烈爆弾。おお、でっかい雷の弾。いいところに投げたわね。継続ダメージプラス爆発で大ダメージだ。すごい、一気に最後のゲージ半分近くまで削れたわ。ぐ、だが黒竜の攻撃が激しくなってきてる。これ以上時間をかけるとこっちが消耗してしまいそうだぜ。今の攻撃はかなり危なかったね。さあ、もうすぐ武器スキルが使える。これでとどめだ。おら、お、やったみたいね。へへ、どんなもんよ。初回クリアだから報酬がいっぱいもらえたね。こちらは、無限疾走。力尽きるまで走り続け、どこまで記録を伸ばせるかで、世界中のプレイヤーと競い合うことができるわ。へえ、それは挑みがいがあるな。誰よりも長く疾走し、世界一の忍者を目指しましょう。得点を稼ぐごとに、アイテムももらえるよ。ということで、忍者マスト大、いかがだったかな。操作性が良くて、スムーズにキャラを動かせるんだけど、敵が強いから歯応えは十分。何度も試行錯誤や練習をして、難しいステージをクリアできた時の達成感はひとしお。爽快感が抜群だから遊んでるだけで楽しいし、こりゃハマっちゃうわね。繰り返しになるが、すでに全世界で1億ダウンロードを超えており、Apple Store と Google Store からも50回の推薦、30回の大賞も受けるほどの人気ゲームだ。今後のさらなる盛り上がりが、本当に楽しみね。少しでも気になった人はぜひ、概要欄をチェックしてみてください。皆さんも今すぐ、忍者になってみませんか？超爽快で刺激的な世界があなたを待っているぜ。それじゃあ、私たちはこの辺で失礼します。最後までご視聴、ありがとうございました。それでは、ドロン。